中島,中島森都市中島森都市中島森都市10月15日から1952年1月28日は日本の実業家、政治家、衆議院議員、東京府南葛飾郡新宿町長、東京府南葛飾郡新宿町で農業、中島東西門の長男として生まれる、独学で学問を収め、新宿郵便局長に就任。その後、 新宿町長、東京府会議員、同三次会員、同軍部会副議長、同農会議員、同教育会議員などを歴任。1920年5月、第14回衆議院議員総選挙で、東京府第15区から立憲政友会所属で出馬して当選。その後、第18回総選挙まで連続5回の当選を果たしたが、1928年、 京成電車疑国事件に連座し、1934年3月26日、大審院において特色被告事件の上告が棄却され、東京構想院の判決が確定したため、衆議院議員を退職した。この間、立憲声優会総務委員、同顧問を務めた。戦後、1946年4月、 第22回衆議院議員総選挙で、東京都第1区から日本自由党所属で出馬して、当選。以後、東京都第6区で23回、24回総選挙でも、当選し、衆議院議員を通算発揮務め、在任中に死去した。この間、衆議院地方行政委員長、日本自由党第二子会長、同総務、民主自由党顧問などを歴任した。 実業界では、北越木材専務取締役、白髭橋専務取締役、東亜火災保健常務取締役、玉川水力電気取締役社長などを務めた。出身地である玄括市各新宿二丁目の日枝神社、三尾は保育園内には、中島森都市の銅像が建てられている。ありがとうございます。